電気局の広報施設として建設された大阪市立電気科学館大阪市営電気供給事業は明治末期から昭和戦前期にかけて大阪市が経営していた公営電気供給事業である大阪市電気局が所管していた事業開始は1911年当初は先に開通していた路面電車事業の付帯事業として始まったが市内で 電気事業を経営していた民間電力会社大阪電灯の事業を1923年に買収して大規模化した。以降、大阪市内への電気供給の一翼を担ったが、1942年、関西電力の前身である関西廃電へと事業を出資し、大阪市による電気供給事業は終了した。大阪市営電気供給事業は東京市や 同じ関西地方の京都市、神戸市などにも存在していた市営電気供給事業のうちの一つである。大阪市電気局が路面電車事業、高速鉄道事業、乗り合い自動車事業とともに所管していた。この電気局は電気供給事業が廃止された後の1945年に大阪市交通局へと解消している。1903年に 市営の電気軌道を建設していた大阪市は、続いて市による電気供給事業の経営を施行し、軌道事業の余剰電力を利用して1911年4月、軌道の沿線地域において電力の供給を開始した。これが市営電気供給事業の端緒である。大阪市では1889年より民間の大阪電灯が供給を行っていたことから、 電気供給事業の内電灯の供給は同社に譲り、市営事業は電力供給専門として開業したが、九百二十三年十月に大阪電灯から電気供給事業を買収して電灯供給も検営した。ただし、供給区域は市内全域には及ばず、市北部の一部区域が他の事業者の供給区域に残り、大手電力会社の宇治川、電気、 日本電力、大道電力が大阪市内に重複して電力の供給区域を設定したため市内への供給を独占したわけでもなかった。日中戦争、太平洋戦争下で電気事業に対する国家統制を強化する動きが進むと大阪市では1939年と1942年の2度にわたり、 市営火力発電所を国策電力会社日本発送電へと現物出資した。加えて、配電等政令に基づく国策配電会社関西配電の設立命令を受命し、1942年残る設備を同社へと出資した。出資に伴い、大阪市は関西配電の大株主になったが、その一方で、市営電気供給事業は終了した。以下、 遠隔の内電力供給事業開始から伝統供給事業の市営化へと至る経緯について記述する。大阪駅と大阪市電1889年5月20日、大阪市西区西道とんぼり町に建設された発電所から電気の供給が開始され、大阪市においても電気供給事業が開業した。事業主体は、 大阪市の有力実業家らを発起人として1888年に設立された大阪伝統株式会社である。同社は開業後順次伝統、電力双方について供給を拡大するとともに、大阪市周辺の東成郡・西成郡の町村へも供給区域を拡張。1904年には、堺伝統から事業を譲り受けて、堺市方面へも進出した。 1903年9月、この大阪電灯からの電気を利用し、大阪市内に路面電車が走り始めた。埋め立てが進む地区への交通機関として付設された大阪市への電車、すなわち大阪市電である。地区への第一期線の開通に続き、路線網を拡充して市内交通を整備すべく、第二期線の計画も立案され、1908年、 市街地を東西及び南北に貫通する路線が開通した。市電の開業当初は路線が5トル程度と短いことから直営の発電所、変電所を持たず、大阪電灯の変電所から直接電力の供給を受けていた。だが、第二期線の計画とともに発電所直営の方針も打ち出し、球場において火力発電所を着工。 1908年4月に完成させた。これが、市営電車最初の発電所である。市電第一期線開通後の1906年1月、大阪市会においてある、権利案が提出された。市営電車の路線を拡充する際には発電所の規模を拡大し、電気供給事業を市営に手合わせて行うことの利益が認められるので、これについて、 調査を行いその施行に関する議案を提出されたいという権議案である。この権議案が満場一致で採択されたため、大阪市の理事者は調査を開始し、電線路180マイルを付設して、電灯6万個、電力3000馬力を供給するという具体案を作成した。各市で市営の電気供給事業開業の議案は司会に提出され、 1906年5月に可決、議案に基づき、大阪市は、市営電気供給事業の経営許可を出願することとなった。以上が、大阪市が、市営電気供給事業を立案し出願するに至った経緯であるが、市営事業は、実際には、計画通りに開業していない。これは先に、電気供給事業を開業していた民間の、大阪電灯との関係に関わる。 そしてそれは、同社と大阪市の間に締結された、報送契約に由来する。二代目大阪市長、鶴原貞吉、大阪伝統との報送契約締結を、定期支援電車開業前の1902年、大阪市では支援による、水上交通機関の整備が計画されていた。当時大阪市は、地域の拡張や、人口の集中、上下水道事業、 執行事業の実施などにより、経費が増大し財政が悪化していたため、市営事業を経営して、市費の一部を補おうとしたのである。結局この計画は実現しなかったが、代わりに大阪巡航との間に報奨契約を締結し、会社が収入の一部を報奨金として市に支払い、なおかつ市の監督を受けることを条件に、市は会社の営業区内における事業の独占を、 保証することとなった。続いて、大阪市は、市内への都市ガス供給を計画する大阪ガスとの保障契約締結に動き出し、翌1903年に、これを実現させた。大阪ガスとの間に保障契約を締結すると、市は次の目標を大阪伝統に定めた。1九百三年十一月、市の三次会が大阪電灯との保障契約を締結すべきという、 胸を決議したのである。これを受けて、大阪市長、鶴原定吉は、大阪伝統社長、土井道夫市役所に招いて、報奨契約の締結を提案し、一方の大阪伝統側は、市の要求にある程度応じる方針を固めた。市の提案は、会社側が純利益の5%相当をしに、納付するとともに市による、経営監督を受ける。 かつ1919 19年以降に、伝統事業を支援化する権利を認めるという条件で、市側は道路その他の無償使用と、伝統事業における会社の独占を認める、という内容であった。これに対して、大阪伝統は、伝統、電力収入のうち2%を納付する、契約期間を50年として支援化の権利を認めない、などの修正を加えた、修正案を、 翌1904年6月に市へ提出した。この修正案は市の認めるところとならず、8月会社側へさらなる修正案を提出。市の修正案もまた会社側の賛成を得られず、10月に会社側の2度目の修正案が市へと提出された。このように報奨契約交渉は停滞したが、鶴原市長の意表明につき高崎野商、大阪府知事から、 早期締結の要望がで知事の圧戦もあり1905年7月に仮契約の締結へとこぎつけた。この仮契約は、大阪伝統の株主総会では、原案通り可決されたものの、一方の大阪市会では、修正案の可決となり、修正案を会社側が拒否したため交渉はついに、中断された。上記の市営電気供給事業に関する権議案が、 司会にて可決されたのは、こうした状況下での出来事である。市営電気供給事業が現実味を帯びるにつれ、大阪電統側の態度は妥協的なものになっていった。数度の折衝の後、鶴原の公認市長、山下茂武と社長のドイラの間で、契約案が作成され、1906年7月に司会により修正案が可決、大阪電統の株主総会も、 修正案を承認した。これにより7月28日、大阪市と大阪伝統との間で、報奨契約が締結されるに至った。報奨契約の主な内容は以下の通り。大阪伝統は、主関連施設の伝統料金を20%減額する。大阪伝統は報奨金を市へ納付する。金額は5年間の大阪市内。 伝統料金収入の平均額に対して、下記の比率に相当する金額より、電柱、埋設線間の敷地に関する大阪府への納付金を控除した残額。年額100万円までの場合、6%。年額100万円以上200万円未満の場合、100万円を超過する額に対しては4%。年額200万円以上の場合、 200万円を超過する額に対しては2%。大阪電灯は、電灯事業に関する年次報告書を市へ提出する。大阪電灯は、市の立ち入り検査を受け入れる。大阪電灯は、電灯料金を引き上げる場合、事前に、市の承認を得る。また、水力発電による電力を使用する場合は、電灯料金引き下げについて、市と事前に協議する。大阪電灯は、 市の要求に応じて、電灯線路を延長する。大阪市は、大阪電灯の電灯事業に対して、特別税や道路使用料などを徴収しない。大阪市は、大阪電灯による電柱や埋設線管などの設置を目的とする道路などの使用を承認する。大阪市は、市営の電灯事業を経営しない。大阪電灯以外の電灯事業者による道路などの使用を認めない。 大阪伝統は1922年1月1日以降に市が事業の買収を希望する場合はそれに応ずる。このように大阪市は大阪伝統の事業を規制し負担を求める代わりに大阪市内における伝統供給事業を大阪伝統が独占することを承認することとなった。ただし独占の保障は伝統供給事業のみに関するもので、 電力供給事業については報送契約の範囲外に置かれ、大阪電灯による事業の独占に保障を与えていない。電気供給事業の経営許可を出願済みであった大阪市は、大阪電灯との報送契約に基づいて、電灯供給事業については、その経営を取りやめ、電力供給事業のみに限定して経営する方針に転換。1906年9月、 市営電力供給事業の件を司会において改めて議決し事業許可を申請して同年11月5日にその許可を取得した。そして4年余り経った1911年1月20日より市営の電力供給事業がスタートするに至った。市営事業の意図するところは余剰電力の活用による営業費の削減と市電沿線の開発である。 ただし開業なった市営電力供給事業は宇治川電気株式会社との関係により制約を受けた。同社は淀川上流の開発を目的に1906年に設立。大阪市や周辺の町村、他にも京都府や兵庫県の市町村に電力供給区域を設定し、宇治発電所の完成により1913年8月に 電力供給専業の電力会社として開業した。開業に先立つ1911年、既存の大阪電灯との間で2万キロワットに及ぶ電力供給契約を結ぶとともに、宇治川電機は電力供給に専念し、大阪電灯は電灯供給と小口需要を主体とする限定的な電力供給を営むという市場分割を契約していた。 これに加えて同社は1912年2月、大阪市との間に報奨契約を締結し、報奨金の納付など市による規制を受けることとなった。宇治川電機との報奨契約締結により、同社事業と競合する大阪市への電力供給事業も制約を受けることとなった。現在供給中、または供給の予約がすでにあるものはその限りではないが、新規供給に関しては、 供給可能な範囲が、市電沿線に限定されたのである。各して、市営電力供給事業は小規模なものとなり、市電事業の副業程度に止まった。開業後の市営電力供給事業は小規模とはいえ、供給を拡大し、1918年には、需要化が1000個を上回って、約4 2 0 0ットを供給した。ただしその電力収入は、市電の収入に比べると少なく、 大阪電灯宇治川電機の電力収入にも及ばない。1913年1906年7月に締結された大阪電灯との報奨契約により、大阪市は1922年1月以降に事業を買収する権利を得た。だが、最初の買収計画はそれよりも早くに浮上する。大阪市、大阪電灯間の報奨契約には、上記の通り、 大阪電灯が水力発電による電力を使用する場合には電灯料金の引き下げについて市と事前に協議するという規定が存在した大阪電灯は水力発電所を建設中の宇治川電機より受電することとなったため1912年規定に基づいて市に対し料金値下げの承認を求めたこれに対して市は会社側提案よりもさらなる値下げを 要求し、それと共に増資、社債発行、借入金計上、会社合併につき主との事前協議を求める事項を、報奨契約に追加するよう要望した。協議は難航したが、最終的に1913年9月に妥結、大阪市の追加事項も大阪電灯が認め、同年10月の宇治川電機からの受電開始に伴い、大阪電灯は二度にわたって、料金引き下げに踏み切った。 しかし交渉の過程で市による事業買収へと話は発展し、1913年5月、大阪市は3270万円で大阪伝統の事業を買収する仮契約を締結するに至った。だが、買収案は資産次会、司会双方で否決され、買収は失敗に終わった。市による事業の買収を免れた大阪伝統は、 増加し続ける需要に対応するため1916年以降火力発電所の新増設に着手する。だが当時は第一次世界大戦の最中でそれまでのように欧米諸国から主要機械を輸入するのは困難であり発注した機械が到着しないため工事は進捗しなかった。やむなく資金を二重に投下して日本製の機械で代替し1918年に 竣工させたが、国産機械の性能は、輸入機械に及ばず満足に稼働しないため、さらに費用を計上して、改良工事を行う羽目になった。さらに1915年の年末から始まった、石炭価格の高騰が火力発電に依存する大阪電灯を直撃し、発電所新増設の難航と合わせて、大阪電灯を経営難に陥れた。 1920年経営難が続く大阪電灯は1920年2月大阪市に対し電灯料金の値上げを申請する。これに対して市は値上げ幅の圧縮を要求、最終的に1年間限定での2から3割程度の料金値上げを認可して大阪電灯は同年10月の値上げが可能となった。この値上げ交渉の最中に2度目の事業買収案が浮上した。 ーキは大阪市が要求する値上げ幅では事業の経営が困難であるとして大阪伝統の側から大阪市に対して買収を提案したことにある。これを受けて市は調査を実施6%の利出期交際3600万円と現金1720万円の合計5320万円にて事業を買収する案を大阪伝統に提示した。しかし、 買収価格が低いことを理由に、大阪電灯が買収案を拒否したため、この時も買収は失敗に終わった。なお、大阪電灯が買収を拒否した理由には、価格以外にも石炭価格の下落と料金値上げにより経営改善の見通しがついたこと、資金難に陥っていた参家の日本水力が、福沢桃介系の基礎電気工業を。を 大阪総電と合併する方向になったことがあったという。買収案が流れた後の1920年10月、大阪電灯は料金値上げに続いて拡張工事に要する資金を調達すべく増資を大阪市に申請した。大阪電灯の資本金は1914年の増資以来2160万円であったが、ここから倍額増資する計画である。 大阪伝統の申請に対し、大阪市は将来の事業買収価格への影響を考慮して、その認可を拒否した。これを受けて、大阪伝統は11月、市に対して無条件の増資承認を要求。12月、市は増資承認などの条件を掲示、これを大阪伝統が受け入れ、市との間に新たな契約と関連する覚書を交わして、増資の件は落着した。 この時交わされた新契約及び覚書の主な内容は大阪市は大阪伝統の売学増資を承認する。1922年1月以降、大阪市が大阪伝統より事業の買収を希望する場合、大阪市、東成郡、西成郡の地域における伝統、電力供給事業及びこれに属する財産、事業に必要な発電設備のみを分割して、 買収できる。発電設備を買収範囲から外すことも可能。買収価格の算定方法を変更する。というものである。1906年の報奨契約に続いて、この新契約においても、大阪市は1922年1月以降事業を買収する権利を認められた。六代目大阪市長、池上志郎、市営果実源時の市長大阪伝統最後の社長。 宮崎圭介買収期日の1922年1月、大阪市は、早速、大阪伝統に事業買収協議開始を通告し、買収協議が開始された。協議は1920年締結の新契約に基づいて進められ、大阪伝統の事業のうち大阪市内、東成郡、西成郡のものだけを買収する、分別買収の方針を取った。 発電所については、当該地域における事業に必要な発電設備として、安治川西発電所の買収を希望し、買収価格は約5481万円を提示した。一方大阪電灯は、大阪市が事業の買収を求める地域における需要は約3万4 5 0 0ットであるから、これに対応する安治川東西両発電所内市かすがで第一、 発電所が買収されるべきだとし、買収価格は約8107万円を要求した。対して市は、大阪電灯の要求を受け入れると発電所4カ所、すべてを買収した場合に比較して、買収価格がほぼ同一になることから4発電所中、最も安価な味川西発電所の買収のみで、構わないとして要求を拒否したため、交渉は難航した。 分別買収の方針では、交渉が困難と見た大阪市は、1922年10月、新契約に基づく協議を打ち切り、1906年締結の旧契約に基づく全事業の買収を通告した。旧契約に基づき買収案を策定し、11月資産次会にて、可決、買収価格を6630万円とした。こうした市の方針転換に対して、 大阪電灯は、休契約は、新契約締結によって、すでに無効になっていると主張市の主張を容認せず、12月の株主総会では、市の通告には応じないと決議した。大阪電灯の措置に対し市は、翌1923年1月、民事訴訟を提案するに至った。買収協議に並行して、大阪電灯の買収を求める市民運動が発生していた。 まず、市長、池上史郎の側につく与党、新しみ与会によって1922年11月に大阪伝統買収規制同盟会が組織され、ついで野党側も大電球団会を結成。これに、市民団体が関与して運動が展開された。続く、大阪市と大阪伝統の対立は、最終的に時の内務大臣、床並武次郎の介入を招き、大阪府知事、 井上交際が仲介に入った。不知事の圧戦により新契約により交渉し直すという方針で妥協が成立し、事業の一部買収にかかる買収価格の調整を進めた。買収価格は、市は6300万円を提示、大阪伝統は当初7058万円を提示して、後に七千万円、ついで七百五十万円へと譲歩したが、意見の一致を見なかった。 これを受けて、府知事は、買収価格を6,625万円の圧線案を提示するが、大阪伝統が容認したものの、市はさらに200万円から300万円の減額を要求した。1923年3月、160万円減額して、買収価格を6,465万円とする圧線案が提示されると、大阪市もこれを容認し、 買収案に関する合意が成立。そして同年6月、大阪市が8%立付交際6465万円により、大阪伝統から事業の一部を買収するという正式契約が成立するに至った。なお、大阪市の買収範囲から外れた大阪伝統の事業資産、安治川東発電所や春日出デが1、第2発電所、 堺市その他における配電設備などは、大道電力が3000万円にて買収することとなった。各市で事業を大阪市及び大道電力に分割買収された大阪電灯は、1923年10月1日付で解散した。大阪市は1911年2月以来、電気鉄道事業を担当する部署として、電気鉄道部を設置しており、 市営電力供給事業も、道部の管轄としていたが、1923年10月1日の大阪電灯からの事業買収に合わせて、電気鉄道部を廃止の上で、電気局を新設した。この大阪市電気局では、大阪電灯の供給区域のうち以下の部分を引き継いだ。電灯電力供給区域は、電灯電力双方を供給する区域、 電力供給区域は電力のみを供給する区域を指す。以上の地域の内電灯電力供給区域ではすべて大阪電灯時代に供給が始められていたが、電力供給区域では未開業であった。市営化から1年半が経過した1925年4月、市域拡張により東成郡・西成郡所属の全町村が大阪市へと編入された。 この際、旧東成郡の地域には、東成区、住吉区、旧西成郡の地域には、西成区、西淀川区、東淀川区がそれぞれ成立している。五区のうち、東成区には、旧条、北村、古市村、清水村、東淀川区には、旧西中島町、豊里村、新城村、大道村、 中島村という供給区域外であった地域が含まれる。したがって、地域拡張後の伝統、電力供給区域は、大阪市の内新淀川へ北の地域と旭区の一部を除いた地域、電力供給区域は、大阪市の内新淀川へ北の西淀川区全域と東淀川区の一部となった。地域拡張後の1926年6月、 電気局の手によって未開業であった電力供給区域のうち東淀川区に属する地域にて供給を開始した。続いて同年12月には西淀川区に属する地域においても供給を開始している。大阪市内でありながらも大阪市電気局の供給区域に含まれなかった区域は他の電気事業者の伝統電力供給区域に含まれていた。 また電気局の供給区域であった地域でも重複して他の事業者によって電力供給区域が設定される場合があった。大阪市内に進出した電気事業者は計7事業者を算し、それぞれ以下のように区域を設定していた。上記の内半身、阪急、京阪の3社の伝統、電力供給区域は電気局の伝統、電力供給区域に隣接する。 ただし、西淀川区旧平島町域のうち新淀川以南に位置する地域のみ、阪神と電気局の双方に属する重複区域である。また新淀川以北に設定された電気局の電力供給区域は、阪神及び阪急の電灯、電力供給区域と重複している。前日の通り、旧大阪電灯は、後発の内側電気との間に電力需給契約を結ぶとともに、 大阪電灯では電灯供給と小口主体の電力供給、宇治川電機は電力供給という具合に市場分割を取り決め、さらに電柱の供養を認めていた。しかし1922年頃より、両社の営業上の協調関係は崩れ、受給契約と電柱供養は継続するも、一般電力供給においては競争状態となった。電灯支援課後においても、 電柱共用の権利は維持されたものの、市電機局と宇治川電機の営業競争は継続された。競争の結果、新市域では配電線の建設競争が、旧市域では技術上無理な共用電柱が生じ、何らかの整理が必要な状態となった。こうした中、百三十六年四月の電柱共用契約の公開に際し、当時の低新省の自宅もあって、 競争を避け協調を図るべく市場の住み分けを再確認することとなった。その内容はというものであった。協定締結により以後営業競争は解消された。以下、遠隔のうち供給の推移について詳述する。1911年1月20日、市営電気供給事業は電力供給のみに限って開業した。 大阪電灯や宇治川電機との協定で電灯供給を行わず、電力供給も市電沿線に限定されており、市電事業の副業という扱いがなされた。電源は市電用火力発電所の余剰電力を用いた。統計局の資料によると1912年度末の電動機数は301台1595馬力で、以後毎年増加し、 1918年度末には1088台5675馬力へ拡大した。ただし、第一次世界大戦勃発後の需要増加期において、市営事業は発電、受電量面で供給力の拡充を伴わなかったため、限られた供給力は供給事業よりも乗客が急増する市電事業へ優先的に振り向けられた。1923年10月1日、 大阪電灯の事業を引き継いだ当日の供給実績は、下表の通り電灯取り付け数178万9736等、電力供給2万4 7 9 4ット、電熱供給5 1 0 6ットであった。市営電気供給事業は、低廉で豊富かつ良質な電気を供給すると謳って成立した。このことから、その第一段階として、 大阪伝統の買収実施と同時に、料金の値下げを実施し、伝統料金を3.8%、電力、電熱料金を約10%それぞれ引き下げた。当時の供給実績で計算すると、年額約82万円の減収となる、値下げ幅である。収入減の一方、事業買収にかかる交際の利払いや、不利な条件で、 電力会社と購入契約を締結したことによる電力購入費の増大など支出は増加した。さらに1ヶ月前に関東大震災が発生しており、不況のただ中にあるなど困難な環境の中での電灯支援課であった。豊富かつ良質な電気の供給のために電灯支援課当初に急務であったのが設備の改善である。電灯支援課時点での電気設備は、 電気鉄道部時代からの発電所2カ所、変電所7カ所に、大阪電灯引き継ぎの設備を加えて発電所3カ所、変電所24カ所を数えたが、明治末期に建設された9条第1、安治川両発電所をはじめ設備の半数以上は、設置から10年以上経ったものであり、老朽化して故障が頻発していた。そこで電気局では、応急処置を行う一方、 以下の内容からなる設備改善の10年計画を打ち出し、市内の総配電網の設備に着手した。火力発電所の増設受電開閉所の新設送電線電圧の高圧化変電設備の新増設配電方式の変更から参照3000式、配電電圧 3300V に統一の上、配電専用量を増強安全化確保のための遮断機の 容量増強事故発生時の故障範囲極限化のための設備改良配電指令の中央集約これらの設備改良により、10年後の想定供給電力15から20万 kW に対応するとともに、さらに40万 kW、最大で60万 kW に達するまで供給の増大に対処し得ることが目標とされた。10年計画を実施するにあたっては、 資金調達の点で困難があり、当時交際の発行は政府の認可を必要としたので1年から2年の延期がたびたびあったものの、1925年にナンバ変電所が竣工するなど徐々に進められた。下記電源構成の不死で衝述するように、電灯市営化当初は大道電力との間に締結していた電力購入契約により高価な電力を 毎年追加購入する義務を負っていた。この関係から電気局は毎年多くの需要を獲得する必要があり、積極的な需要開拓が必須であった。電灯供給については高速効果の勧誘を毎年、その対策としていったが、その他に電灯市営化当初の需要開拓活動として、特記すべきものが電熱の普及促進である。電熱設備は、 都市ガス設備と競合するものの当時徐々に使用され、始めていたので、電気局では料金を値下げするとともに、電気七輪、電気ストーブの貸付制度を設けて、家庭用電熱設備の普及に努め、その後さらに職工業方面での普及も図った。1928年には、電灯市営化5周年並びに、市電開業25周年を記念して10月1日から12月2日まで、 大礼法式交通電気博覧会を開催した。天王寺公園を会場に、電気、交通に関する最新科学の展示を行い、63日間で100万人の入場者を集めた。大同電力からの電力の追加購入義務は1928年が、最後で同年末以降受電の増加はなくなったが、ちょうどその頃から不況が、深刻化し需要の増加は鈍化した。 一方で、契約公開により電力購入費が徐々に低下していたので、それを財源に料金の一部値下げに踏み切った。不況により不審となっている、産業界の支援のため電動機向けの電力料金が1930年より大幅値下げされ、電熱料金も同様に値下げされた。これは以前の料金制度に比べて77万7千円。 あまりの減収となる値下げ幅である。この時期、電気局では宣伝普及活動を活発化させた。1930年、電気局本館の新庁舎建設に合わせて、従来技術家の一部で行われていた普及宣伝活動を拡大、庁舎5階を電気普及館として、照明ほか各種電気器具を展示するスペースとして、宣伝の場とした。翌1931年には、 庁舎者1階に陳列書を開設し、電気器具の紹介、販売を始める。1932年には、市内各所に設置された出張所でもカバーできない、需要家へのサービスを徹底するため、電球や電気器具、修繕材料を運搬できる大型自動車を購入し、市内各所を巡回して出張所の業務を取り扱う、電統サービスカーの運転を開始している。 伝統市営化10周年を迎える1933年にも記念事業を計画し、社団法人電気普及会、大阪中央放送局と提携して9月1日より10月30日まで電気科学博覧会を開催した。会場は、堺井筋、白木アートの堺井筋館で電気、無線科学に関する展示物を出品、特に大衆用テレビの実演が評判を呼んだという、 60日間で21万人の入場者を集めた。電気科学館館内案内図伝統支援課からの10年間で、伝統需要は拡大していたが、街頭について見ると、なお普及の余地があったことから、電気局では1933年10月から1年半をかけて、伝統支援課10周年記念事業の一環として、街頭普及活動を展開する。建設費を私費にて負担。 電気料金を1割引きとして繁華街などにおいて勧誘に努め、市内約81区にて2182基を建設した。また1935年春から、名東名詞運動と名打ち電気スタンドの普及活動を始めた。ついで市内の公設市場や中小工場の照明改善を実施し、伝統需要の増加を図っている。1937年には、 需要者負担軽減のため電灯料金の値下げを実施した。この間の1934年9月21日、室戸台風による強風、高潮被害を受け、鉄塔の倒壊、変電所の浸水、電柱の損害など被害総額は470万円に及んだ。市内全域で停電が発生したが、早期の復旧に努めて3日目には、下半の地域で配電を、 再開、10日目には、全域で停電を解消できた。1936年12月、繁華街、新世界の電気施設を、大阪土地建物株式会社から買収した。同社は、大阪市から、私有地を借り受けて、町を造成していたが、その後建物を売却、電気施設のみを保有したまま、町への電気の供給を継続していた。1931年に、 市も建物所有者に土地を売却したことから、大阪土地建物に電気の供給を担わせる意味がなくなったとして、1934年より市当局は電気施設の買収を試み会社と交渉を行った。最終的に大阪停心局長の裁定により1936年11月に交渉がまとまり、電気局は 大阪土地建物から需要価838個、電灯供給34,230棟、その他電力、電熱供給を引き継いだ。1937年3月、四ツ橋にて建設中であった、科学館、電気科学館が竣工した。従来の普及宣伝活動より水準を引き上げ電気、科学知識の普及を図るための施設で、 館内は電気に関する実演装置を施す、電気館と日本で最初のプラネタリウム、天送館からなる。また電気局長舎にあった陳列章、館内1階に移転の上拡充し、電気器具の販売や電気に関する相談を受け付ける、自然の店として営業した。日中戦争下の1939年8月下旬、全国的な渇水に石炭不足が重なって、 水力発電、火力発電ともに機能不全に陥った結果、著しい電力不足が発生し、関西地方では3割程度の電力制限を余儀なくされた。市では、事業用電気の節電、大口需要者の強制停電、冷房、エレベーターエスカレーターの使用停止、さらには月に1回、ないし2回の臨番停電を断行した。該当も多数消灯され、 繁華街のネオンサインや電飾も消えていった。電力不足は翌1940年3月にようやく解消され、車種的な利用を除いておおむね平常通りに戻った。しかし電力制限は以後定例化された。二度目のものは1940年10月下旬に始まり、動力用、電熱用、電力1 0ット以上1 0 0ット未満の需要者に、 対しては各週に1日、100kW 以上の需要者に対しては、毎週1日の割合で電気の使用停止日を指定し、使用量を8割程度に抑制するよう通告した。翌1941年3月に、この制限も解除されたが、同年12月には同様の制限が復活。この冬は、電灯の使用制限も強化され、一定の制限使用量を超えると特別料金を課す。 制度が導入された。こうした電力制限に伴い、伝統市営化以来続いた需要開拓活動は方向転換を強いられ、電力使用の合理化や投下完成の知識普及活動といったものに変わっていった。関西配電への統合直前、1941年度末時点での供給実績は、電灯取付数410万929等。 電力供給1 9 2 6 3ット、電熱供給9 1 1 9 8ットであり、1923年10月の伝統市営化時点に比して、それぞれ229倍、767倍、1786倍に拡大した。1923年10月1日の伝統市営化時点並びにそれ以後の各年度末時点における伝統。 電力、電熱の需要価数、供給数量、各年度の供給事業収入は、下表の通りであった。以下、遠隔のうち受電、発電の推移について詳述する。1923年10月1日、大阪市は、大阪電灯から事業を買収して、電灯事業の市営化が実現した。当初、大阪市は、宇治川電機と大道電力の2社から、 以下のように電力を購入しており、供給事業用の電力は火力発電ではなく、受電による方針とした。宇治川電機からの購入電力夜間2万キロワット、昼間1900キロワット。大阪電灯と宇治川電機の間の契約を継承したもの、昼夜間4000キロワット。大阪市が宇治川電機との間に契約したもの、昼間2000キロワット。 大阪市が宇治川電機との間に契約したもので、電灯市営会以前からのもの、大道電力からの購入電力中夜間1万6000キロワット、大阪電灯と大道電力の間の契約を継承したもの、中夜間4000キロワット、大阪市が大道電力との間に契約したもの、宇治川電機からの購入電力のうち一については、大阪電灯が 宇治川電機の間に締結していた営業協定に基づき、電柱の供用を許す代わりに比較的割安な料金で購入していたものである。大阪電灯は宇治川電機からの受電を1913年10月に開始。電灯市営化に際して1923年6月しは大阪電灯・宇治川電機と契約を締結し、受給関係を引き継ぐこととなった。 料金は1.2ともに1キロワットアワーにつき1 0 0 3輪。責任負荷率は、夜間85%、昼間80%である。また3は1914年11月にしが、宇治川電機と契約したもので、料金は1キロワットアワーにつき1 0 0 2輪後も責任負荷率75%であった。旧大阪電灯と大道電力の間の、 受給開始は1922年7月に遡る。供給契約ははじめ大道電力の全身日本水力と大阪電灯との間に締結され、日本水力と基礎電気工業、大阪送電が合併して、大道電力が発足しても契約が維持されて、関西地方への送電線完成により供給が始まった。同年11月には本契約が大道電力、 大阪伝統館に成立し、料金のほか1924年春までに、順次6万キロワットを供給すること、大阪伝統が合併や事業上等を行う場合は、後継事業者にもこの供給契約を継承させることなどが取り決められた。大阪市は大阪伝統の事業買収にあたり、当初は大道電力からの受電にこだわらず、 日本電力など各社から受電する方針をとり、大道電力、大阪電灯間の蒸気供給契約の継承を拒否する構えであった。一方で、大道電力は市に対して契約の継承を求めたため、契約をめぐって、大阪市、大道電力、大阪電灯つどもへの紛糾が生じたが、最終的に市は大道の主張を認めるに至った。百二十三年六月、 大阪電灯より大道電力に引き継がれることを前提に大阪市と大阪電灯の間に以下の内容からなる電力供給契約が締結された。蒸気契約とは別個にもう一つ大阪市は大道電力からの供給契約を締結していた。1920年3月に大道の全身大阪送電と締結した最大1万キロワットの供給契約で 1923年9月に以下のように契約を更新した。上記2つの供給契約により1923年10月、大道電力から大阪市への電力供給が開始された。供給口は最大で合計2万5 0 0 0ットとされていたが、実際には最大2割まで供給を削減できるという契約中の条件を適用して2割減の2万。 キロワットの供給で始まっている。これらが全経大道電力からの購入電力の1.2に相当する。大阪伝統時代の味川発電所電気局では供給事業の所要電力は原則として購入電力にてまかなうとしていたが購入電力を経済的に利用するために自極火力発電も適宜併用した。火力発電所には 市電用として建設された九条第一発電所、九条第二発電所と大阪電灯から買収した安治川発電所の3カ所があった。3カ所のうち九条第一発電所が最古で1908年4月、春光、1912年3月増設。九条第二発電所は1921年7月に着工、1923年10月にまず第一期工事が、 竣工し、その後1927年6月に第2期工事、1930年12月に第3期工事が竣工して、出力3万キロワットの発電所となった。味川発電所は、旧大阪電灯味川西発電所であり、1910年から翌年にかけて完成している。大阪市の供給事業は、電灯供給が主体であることから、 一日の負荷の増減は日没時間の若干前より急増し、初夜に最大となって午後11時頃に急減、その後やや緩慢に減少して未明からは若干の増減を繰り返すという形で推移する。さらに当期、特に1月が需要のピークで反対に7.8月に需要が最小となるのを基本とする。したがって年単位で見れば、 ピーク需要が出現するのはごく短い時間ということになる。こうした負荷率が著しく低い電力を外部から購入する場合、条件が不利になるのが常であり、実際に購入電力の主力である大動電力からの受電は比較的高料金であった。購入電力費を節約するためには高負荷率を維持するとともに過負荷を絶対に出さないという操作が必要であったが、 後日のように大動電力からの受電増加が毎年4月に設定されていたため、これは困難であった。冬季から夏季にかけて負荷が減少する中での受電増であり、夏までに供給増で消化できる程度の受電増に止めると冬季に不足となり、反対に冬季に合わせた受電増とすると夏に過剰となるためである。この矛盾を解消させる方法として電気局では、 火力発電を併用するという手法を採用し、4月の受電増を可能な範囲で圧縮する一方で当期には火力発電所を運転して不足を補うという運用を実施した。このように火力発電を先頭負荷発電所として活用した結果、購入電力の負荷はある程度平均化され、購入価格は低廉となった。1920年代を通じ、 大道電力との間に締結された前期二つの電力供給契約に基づいて、同社からの受電は順次拡大した。1928年までの推移は以下の通り。なお、大阪電灯分は旧大阪電灯との契約によるもの、大阪送電分は旧大阪送電との契約によるものを指す。新規受電解指示と同様に、受電増加の際も当初契約から2割減に、 抑えられている。また1927年4月は、定時、不定時各5 0 0 0ットの増加予定であったものを、定時分については2割減の4 0 0 0ット不定時分については定時に変更の上2 0 0 0ットの増加とした。これらにより、契約通りであれば1928年には、大道電力から7万キロワットを受電する予定であったものを、2割減の上にさらに2000、 キロワットを差し引いた5万4千キロワットに圧縮した。購入電力の負担軽減は、電灯市営開口10年間の課題であった。大動電力とは料金を3年ごとに改定する契約であったので、最初の料金改定期が1926年10月に訪れた。同年春頃から交渉を始めたもののまとまらず、11月になって、当時受電中の4万キロワットについて、 料金を2003輪から2002輪8号、責任負荷率を70%から65%へ、それぞれ低減する条件で決着した。二度目の料金公開期は1929年10月で、大幅な値下げを目指して、同年9月に交渉に着手したもののやはり早期に、決着せず、12月になってもまとまらないので、市側、会社側から各2名の仲裁者を選びて信大臣。 小泉又次郎を加えた5名の最低を仰ぐこととなった。最低により料金は1キロワットアワーあたり2008、もう責任負荷率は60%へとさらに低減された。宇治川電機との契約は、まず夜間万キロ万ット昼間1 9 0 0ットのものが1925年5月に満期となったので、大道電力からの受電増により従来の 高負荷率を維持できないことから、責任負荷率を70%に引き下げる代わりに、料金を1アワーあたり1千五ンに引き上げるという条件で継続した。一方、余剰となった昼間2 0 0 0ットの契約は1926年6月に解約。残る4 0 0 0ットの受電契約は1926年10月に満期となり、大動電力と同一条件により、 継続、1928年12月には、さらに 4000kW の追加受電を行った。また、1926年11月、日本電力との間で、新規の供給契約を締結し、常時 3000kW とベッド最大 9000kW の、融通電力を1 k w ーあたり2000ニ輪責任負荷率60%という条件にて、受電することとなった。 火力発電所は購入電力の利用効率化のため、初期には石炭消費量の多い旧式発電所元期に全力で運転された。旧式発電所は1927年度を最後に9条第1発電所が、1929年度を最後に安治川発電所の稼働がなくなり、9条第2発電所のみの運転となっている。不況による需要増加の鈍化のため、 大道電力からの受電増があった1928年より1932年まで購入電力の増加はなかった。1932年は大道電力、日本電力両社の料金公開期であり、1929年末頃から両社に対する交渉をはじめ、1932年半ばには交渉を取りまとめて11月大阪市会にて料金改定の承認を受けた。 この改定により、大道電力、日本電力と宇治川電機からの受電料金を統一し、新料金制度、スライディングスケール式を導入することとなった。このスライディングスケール式による新料金は以下の通りに定められた。新契約によって1933年10月から12月にかけて大道電力から同年12月には、 日本電力からそれぞれ受電が増加。その後各社の受電が増加した結果、1937年10月時点では、購入電力は以下の通りになった。火力発電所については、1931年7月に、旧式化していた九条第一発電所を廃止した。さらに安治川発電所についても、大阪伝統時代からの旧式設備を廃止して、 新設備に更新する計画を立て、1931年に低新省へ認可申請した。低新省側の事情で認可は1934年まで、遅延し1935年より寄稿、気候1938年12月に出力1万5 0 0 0ットの新、安治川発電所の完成を見た。 新安治川発電所の模型日中戦争下の1938年4月、電力国家管理を定めた電力管理法が交付され、その担い手となる国策会社日本発送電が翌1939年4月1日に発足。設立とともに日本発送電には出力1万キロワット調の火力発電設備並びに重要送電、変電が現物出資の形で、 既存電気事業者から集められた。日本発送電への設備出資事業者には大阪市も含まれており、1938年8月11日付で球場発電所の出資命令を受命した。出資財産の評価額は744万8678円50銭とされ、翌年4月の日本発送電設立と同時に出資を実施。 対価として50円払い込み済みの日本初、送電株式148,973株と、現金28円50銭を受け取った。交付株数は、対象33事業者中16番目に多く、大阪市は、同年9月末の第1期末時点では、日本初送電の13番目の大株主であった。なお出資評価額は、5価よりも148万9000円に安く、 評価損を生じている。日本初送電設立と同時に、同社へ事業を譲として、大道電力が解散したため、大道から大阪市への電力供給8万6キロワットは、そのまま日本初送電へと継承された。こうした変動があった後、1939年末時点での購入電力は以下の通りであった。上期時点での自極発電力は、 味ジ川発電所の1万5千キロワットに限られる。この味ジ川発電所も本来は日本発送電への出資対象に当たるが、建設工事中に月遅れ、1941年11月25日になって、翌1942年4月1日付で日本発送電へと出資するよう命ぜられた。出資設備票価格は八十二万五十四円五十銭とされ、 出資の対価として、日本初送電株式136,419株と、現金4円50銭の交付を受けた。なお電気局での母価は590万円で出会ったため、ここでも92万円余りの評価益が生じている。1939年4月の日本初、送電設立と共にスタートした、電力国家管理体制は、夏に始まった深刻な電力不足で早々に、 行き詰まったが、日中戦争が長期化する状況下で、国家管理の見直しではなくむしろ強化することによって、問題を解決しようとする動きが強まった。その動きは、1941年、既存水力発電設備も日本発送電へと帰属させるという日本発送電の強化と、国策配電会社による配電統制の2点に帰結する。そのうち配電統制の分野では、 1941年8月30日に全国的な配電統合を起きとした配電統制令が交付されるに至った。配電統制令交付に伴い、1941年9月6日、全国の主要電気事業者に対して配電会社の設立命令が一斉に下った。関西地方においては、大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県を、 配電区域とする、新会社関西配電株式会社を設立するものと、され、市営供給事業を営む大阪、神戸、京都の三市並びに、日本発送電、日本電力、東方電力、宇治川、電気、京都電灯、南海水力電気、阪神電気鉄道、阪神急行電鉄、京阪電気鉄道、関西急行鉄道、南海鉄道の11社が、 関西配電の設立命令を従命した。この時、大阪市が出資を命ぜられた、電気供給事業設備の範囲は、送電設備68路線、変電設備31箇所、それに、指定の配電区域内にある配電設備、需要者屋内設備、営業設備の一切である。配電統制に際して、出資資産の評価は建設費に基づく評価を1、 利益金還元に基づく評価を2の割合で評価する統合財産評価基準が採用されたため、収益率の高い市営事業や電鉄会社に有利なものとなった。それもあって、大阪市の供給事業設備出資評価額は14、事業者中で最大1億6556万7816円とされた。これに、 その他資産の出資評価額836万424円47銭を、加えた1億7393万240円47銭が、関西配電への継承資産で、反対に、同社への継承負債は解無であった。1942年4月1日、国策配電会社関西配電が発足。これと同時に、市営配電事業は上げて同社へと出資され、 大阪市営電気供給事業は消滅した。1億円を超える現物出資の対価として、大阪市には関西拝電の50円払い込み済み株式331万1356株と現金836万440円47銭が交付されている。また市から関西拝電へは従業員のうち3508人が引き継がれたほか、 電気局長木津谷英三郎が関西配電副社長、電気局で部長、課長を務めた三人が同社理事へと転じた。太平洋戦争終結後、配電統制まで市営電気事業を営んでいた東京都が1946年2月にいち早く配電事業の公営復元を求めたのを契機に全国的に公営電気事業復元運動が始まった。 大阪市も同年9月正式に復元運動への参加を表明し、11月15日には市会で電気事業支援移管に関する意見書を議決した。市では京都市、神戸市など関係する自治体と連携して陳情活動にあたり、一時は政府が公営復元を容認する姿勢を見せたが GHQ の反対で却下され1950年11月電気事業。 再編成例の交付に至り、日本発送電と旧配電会社を発送配電一貫経営の旧電力会社へと再編成することが決まった。1952年4月のサンフランシスコ講和条約発行期に、公営電気事業復元運動は再び盛り上がりを見せるが、それに反対する電力会社側の運動も激しくなり、具体的な成果を上げるには至らなかった。 そうした中、1957年5月与党自由民主党は、立法による解決を断念し、電力会社と復元運動に参加する自治体の間の圧旋に回って会社側と、各自治体の個別交渉によって自主解決させる方針へと転換した。これを受けて1957年11月、関西電力との間で直接交渉が始まった。長い交渉の末、 1964年3月26日、大阪市と関西電力との間に協定書、覚書が交わされ、17年にわたり、紛争が続いた電気事業復元問題は解決を見た。その内容は、というものであった。ありがとうございます。